暑いですね、なんか10月なのに。こんにちは、速稼塾の久保です。今日ね、私過去の公開限定もしくは非公開ですか、速稼塾をビジネスで運営した頃の、私がスーツを着てね、セミナー講師をやっていた頃の動画、これを一部ね、ちょっとこう一般公開にしました。もう3年とか5年とか、まあ5年ですね、5年前以上のものなので、もう今はね、全く見てもしょうもないとは言いませんけど、ビジネスの大事なところを書いてますけども、リアルタイムで、私がコンテンツを出してないんで、多分、まあ、豆知識ぐらいにしかならないと思いますけども、でもね、しっかり学んで使っていただければ、今でも儲かるノウハウばかりでございます。ということは、私のこの過去動画をね、もう一回、もう、自分自身の言葉として発信すると、それはアクセスを呼ぶことになると思いますんでね、まあ、参考にしてください。まあ、ちょっとね、今ね、在庫一掃セールみたいな感じで、永久削除するものと、あとは一時的に非公開だったんだけど公開にするものと、それからこれからね、限定公開を一般公開にもしようかなと思ってるんですよ。私のビジネスをやってた頃の、その速稼塾の塾生さんしか見れない動画をどん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 公開していきます。2016年までのやつですね、大体主に。2017年からは今のスタイルなんで、まあ、おおむね公開ばかりなんでね、問題ないかなと思いますけどね。はい。で、ところでね、今日ね、何ですか、ピッツピースさんという方が、チャンネルを紹介してくれと、私の YouTube のコメント欄に書いてくださるものなんで、通常はですね、速稼塾の塾生さんしか、まあ、チャンネル紹介しないんですけども、まあ今日はね、ちょっと気分がいいんで、ピッツピースさんの、ちょっとね、チャンネルを紹介したいと思います。ちょっとこちらを見ていただけますか。はい、これが、ピッツピースさんのチャンネルなんですけども、トップページ見てみますね。音声はちょっと、抜きにしてます。ね、ゲームのね、紹介というか、レビューみたいなんですよ。一番アクセスがあると思えるのが、この177回のスーパーマリオメーカー2面白編というやつですね。その他、あ、こういう風にね、サムネイルを作ってるのもありますね。あとは主にゲームをしてるテレビ画面を遠巻きにデジカメかなんかで撮影してるとこみたいですね。私ゲームをほとんどしないんで、何のことかわからないんですけども、もともと私ね、ゲーム好きですからね、インベーダーですか？インベーダーの頃は私最高得点をマークしたりね、もうインベーダーゲーム始めたらずっと終わらずに100円で2時間3時間座りっぱなしみたいな、そんなね、小学6年生だったですね。その後中学になってゼビウスみたいなのが出てきたり、ギャプラスみたいなね、ナムコ全盛期、もうあらゆるものゲームやり尽くして、もう毎日のようにゲームセンターに通って補導されたりしてましたね。でもなんかね、アーケードゲームっていうんですか、ゲームセンターが今廃れちゃってあんまりやってないんですよね、残念ながらね。ちょっと並べ替えで再生数の多い人気順にしてみます。あ、島開放中、パスは動画の通りってあります。なんかパスが出てるみたいですよ。2107回視聴されてます、2ヶ月前。すごいじゃないですか。で、お風呂呼んでますので音を聞いてみた。こういう何気ないね、お風呂の音声でもちゃんとコンテンツとなって、2000回近く、これね、アクセスを呼び込んでるんですよ。だからね、速稼塾の塾生さんこれ見てたら、いや、こんなね、お風呂の、なんかお風呂が沸きましたみたいなリモコンの動画とかね、ブレブレで出してもしょうがないじゃんと思う人いるかもしれませんけども、しょうがなくないんですよ。ちゃんとアクセス呼んでますからね。これを見本にしないといけないですね。はい、その他ね、男の子がピッツピース、鬼滅の刃って出てますね。メガネかけてますね。これいいじゃないですか。なんかね、うちのヤマトくんと仲良しになりそうですね。これいいっすよ、これ。再生回数は100回なんですけども、でもなんかこう、気になる男の子じゃないですか。応援していきたいですね。YouTube の T シャツもとってもいいですよ。はい。その他ね、人気はないんだけども、なんか面白いものないかなと。古い順に並べてみましょうか。ピッツピースさんが一番最初に投稿したのが、1年前の、これですね、192回再生されてる、この男の子の、あげない小人たち楽しいってやつですね。あー、なるほど。1枚の画像、あー、そうか、動画もあるんだ。で、こうやってね、プライバシーに配慮したメガネをかけて、こう、男の子がね、なんか言ってますね。可愛いじゃないですか、うん。こういうのでいいんですよ、とりあえずは。そのうちに、こんなテーマで撮りたいというふうに決まってきますんで、それこそね、何もやらないよりも、何かをやった方がいいですよ。ね、これインターホンのところとか撮ってますよね。こういうのでいいんですよ。12秒ですよ。11秒動画。いや、だから10秒とか20秒で動画撮れないですか？速稼塾の塾生さん。ね？だからね、数秒とかの投稿でもいいんですよ、別に。アクセスが20とか30もあるじゃないですか。
でも5秒とか10秒がしょうもないと思ってたら、この10アクセス、20アクセスすら来ないわけですよ。ね。いろいろ考えていった方がいいですね。っていうか考える前にやった方がいいかなってことですね。自転車のベルの動画。いや、ほんと何でもあげますね。いいんですよ、それで。これでもね、37回見られてますよ。で、しまいには、チャンネル登録1万5000人の私の目で見るじゃないですか。で、私の口からこうやって紹介するような動画になるでしょ。だからね、何がきっかけになるかわからないんで、チャンネル登録が多い方とか、動画更新が激しい方を見かけたらコメント欄にね、私のチャンネル紹介してくださいってダメ元で書いてみたらいいですよ。ね、私はこうやって紹介してるでしょ。再生リストありますか？あ、再生リストあるじゃないか。すごい。ね。ホーム。いや、だからね、やってみることですよ。ちなみに、ピッツピースって何ですか？あ、なんか、ウェイウェイ、ユーユー歌。おいえ、チェケラッチョみたいな感じですか、これは。ね。秘密。リマインダーを設定。何ですか、これは。12月26日。ああ。そうなんだ。これはね、リマインダー設定して、再来月のクリスマスが終わった時になんか公開されるらしいですよ。で、これに至っては、9月25日に公開予定になってますけども、もう今日10月5日ですから過ぎてますね。あっちゃー。何ですか、これ。あ、これすごいじゃないですか。33万回視聴になってますけども、これピッツピースさんの動画じゃないですね。全力回避フラグちゃんですね。これはチャンネル登録の人ですね。お、チャンネル登録してますね。ピッツピースさん。ね。ピッツピースさんは、誰のチャンネルを登録してるのかな？チャンネル登録。誰のをしてるんだ？俺のしてるじゃないか。ありがとう。ちなみに、ピッツピースさんが登録しているチャンネルで一番登録者が多いのは？ん？私の、あ、10万回がある。もう叶わない、こういう人。あ、この人も叶わない、サーボさん。ヒカキンさん、王者がいるじゃないですか。この人すごいですね。え？秘密、日本、ボノ、アツモリアニメ。チャンネル登録、1人。最高、あ、これゼロじゃないか、チャンネル登録。最高じゃないですか、こういう人。珍しい。ゼロっていうか、チャンネル登録数を表示してないんですね。ちょっと、戻って、一人っていうのがいいですね。チャンネル登録一人。あつ森アニメ。チャンネル登録一人しかしてくれてないですよ。それはそもそも、しょうがないですね。動画がないんだもん。チャンネル登録しようがないですよね。はい。いささかちょっと言葉がね、前後したところがありますけども。いや、でも、チャンネル登録、じゃないや。チャンネル紹介、させていただきましたよ。ピッツピッツさん。じゃあ、この動画を見られた方、ピッツピッツさんの、このね、YouTube チャンネルが気に入ったら、登録ボタンポチッと押してみてください。まあ、商店風に言うと、座布団持っていって、みたいな感じですよね。さあ、座布団がもらえるのか、それとも取られちゃうのか。ピッツピッツさん、あなたの運命はいかに？それでは、いってらっしゃい。